お願いします。はい、はじめまして、よろしくお願いします。今日は TDD についてお話をします。 TDD についての話なんですが、テスト駆動開発の話ではありません。ツイッタードリブン脱初心者、ツイッター駆動脱初心者についてお話をします。改めまして自己紹介です。ネコゲルゲこと鈴木雄大と申します。よろしくお願いします。普段は Ruby 書いています。パールは書いたことがありません。ヤプシェイジア2014スタッフやってます。で、今日はツイッター駆動脱初心者についてお話しするんですけれども、ところで皆さん、ツイッターやってますか？まあ、やってる人単純に多いと思うんで、じゃあ仕事中も普通にやっちゃうよっていう人どれぐらいいますか？ああ、結構いますね。あ、そういう人は悔い改めた方がいいと思うんですよ。あ、嘘です。僕も仕事中にやってます。で、なんでここまでツイッターやるようになったかというと、ウェブエンジニアの仕事を始めた頃に遡ります。プログラミングについて勉強し始めた頃、当時の上司にこんなこと言われました。ツイッターで有名なエンジニアフォローするといいよって。何言ってんだこいつと思ったんですけど、とりあえず言われた通り、全く使ってなかったツイッターアカウントを活用して、興味のあったアジャイルや Ruby 関連の有名そうな人たちを倒しました。で、ツイッター使い始めて、ツイッターは優れた情報収集ツールだということにすぐに気づきました。で、すごい人たちがどんな技術に注目しているかが分かります。ウェブ界隈の流行がいち早くキャッチできて、ハテブで注目されたネタはほぼ流れてきますし、海外技術サイトのネタやプロダクト、ライブラリのリリースノートやバグレポートが日本語概要付きでつぶやいてくれる人たちがいて、すごい便利です。で、次にすごい人たちの頭の中が垣間見えます。どういう設計実装にするかとか、独り言代わりにツイッターに垂れ流している人が結構いて、それを見てるだけでもなるほどと思うことも多いです。で、観察してると、それに対してリプライがついて異論していることもあります。で、個人的に面白いと思ったのが、オープンソースプロジェクトのコミッターがツイッター上でやり取りしているのを見るのがとても面白いです。で、例を挙げるとフルエント D があって、行動についての会話だけじゃなくて、ツイッター上でフルエント D の質問があったら、それに対してリプライしてあげてたり、コミッター同士がクローズドソース野郎とか罵り合ったりしてて、見ててすごく面白いです。何より一番すごいと思ったのが、わからないことをつぶやいたら指揮者から回答が来ることがあることですね。スタックオーバーフローもありますけど、やっぱり直接来るのは単純にめちゃくちゃ嬉しいです。で、そういう世界をずっと見てると、世界がこんな風に見えてきます。 Git は使えて当然、コードはどんどん公開するし、いろいろなプロジェクトにコントリビュートするし、テストは書いて当たり前です。書いてないとプレディクマージしてもらえませんから。で、当然 CI もしますよね。で、デプロイも自動化して、っていうか何でもかんでも自動化してます。で、インフラの人もミドルウェア管理ツール使ってたり、アプリの人たちも当然のようにシェフやアンシブルとか使ってたりして、で、流行りのツールはどんどん導入してって、言語やライブラリのバージョンもガンガン上げてくれます。何より勉強会やりまくってますね。で、それを見て、あ、これが当たり前なんだと思って、よし頑張ろうと思って勉強していました。で、その後いろいろあり転職して、その後入った会社ではこんな感じでした。バージョン管理してなかったりしてても CVS だったり、ユニットテストとか CI とかそもそも知らないし、手順書 Excel とか、スクショエビデンス Excel とか、フレームワーク使ってなかったり、PHP4K 使ってたり、リリースは毎回運営してたり、まあ、スカイプみたいなポリシー上ダメで、なんかよくわかんない古いチャットツール使ってたりとか、で、開発マシン Windows XP でメモリー4ギガで、どういうことだと。俺の知ってる世界と全然違うぞと。そんな現場見て、まあ、僕が Twitter で見てた人たちは、業界内の一部のすごい人たちだったんだなっていうことに気づきました。で、ドラゴンボールがクリリンで亀仙人のもとで修行してたら、いつの間にか兄弟子より強くなってたみたいなエピソードがあるんですけど、レベルの高い環境と知らずにそれに合わせてやってたら、思ったよりも成長してたっぽいですね。で、何も知らない状態でクソな環境にいると、クソな環境が当たり前だと思ってしまうので、地獄を見ないでよかったなと思いました。で、ツイッターってなんてすごい SNS だって、ウェブエンジニアはもっとツイッター使うべきです。で、この場にいる方たちは大丈夫だと思うんですけれども、勉強会やカンファレンスに出るのって初めはちょっと怖かったりすると思うんですよ。で、そんな人やこれからプログラマーになりたいっていう人に対して、で、僕は上司に言われた時と同じように、まずはツイッターで有名なエンジニアをフォローしてみるといいよとアドバイスすることにしています。まだあまりツイッターを活用していなかった人は、ヤプシーのスピーカーの方々はすごい人しかいないので、ぜひフォローしてみてください。で、そしてツイッターやってる人たちは、今日ツイッターをもっと活用してみようと思った人や、新しく業界に入ってきた人たちにどんどん凄さを見せつけていってください。よろしくお願いします。以上で LT は終了です。最後にスタッフとして、この後残りわずかとなったヤプシーエイジア2014、最後まで楽しんでいってください。以上、ご清聴ありがとうございました。